皆さんようこそ。フジテレビアナウンサーの竹俣紅です。今日は私がフジテレビアナウンス室の中をご案内いたします。どうぞ隅々までご覧ください。部屋に入ってすぐの壁には全身が映る鏡があります。ここでオンエア前の身だしなみチェックを行います。鏡に向かう無防備なアナウンサーウォッチができるスポットとも言えます。こちらはカフェスペースです。日々のオンエアの反省会、時には真面目なお悩み相談も行われています。ちなみに私竹俣が寄りかかるのにちょうどいいくらいの高さです。唯一カラーコピーができるこちらのコピー機は日夜スポーツアナウンサーが資料作りのために活用していますが、時折誰の忘れ物だろうというプリントも発見されます。冷蔵庫の中もご案内したいところなのですが、大人の事情で見せられません。気を取り直して次へ進みましょう。こちらには歴代のアナウンサーグッズが飾られています。先輩方の過去の姿を見ると色褪せ具合に素敵な時の流れを感じますね。出演の誰もが気づいていないであろう小さな看板にもアナウンス室の雰囲気の良さが垣間見えます。さて、アナウンス室には現在70名近くのアナウンサーが在籍しており、一人一つ支給されたデスクが並んでいます。時折席替えがあるため、お届け物をする際などアナウンサーをお探しの方、お手伝いが必要な方はこちらで迷った素振りをしてみてください。気の利いたアナウンサーがご案内をいたします。なお、手荷物はお忘れ物のないようお気をつけください。一度デスクに置き忘れると、デスクの下にはどこに行ったかわからなくなってしまうブラックホールが広がっています。こちらには仮眠室も用意されています。2段ベッドが1段ずつ、なんとなく先輩が下に後輩が上に寝るという暗黙の了解もあるとかないとか。各アナウンサーに届いた郵便物はこちらで配られます。年明けには衣装ケースほどの年賀状が届きます。なお、日頃から数週間分の郵便物を貯める人もいますので、締め切りには余裕を持って送ることをお勧めいたします。最後にご紹介するのはリラックススペースです。いただき物が置いてあることも多いのですが、ひとたび目を離すとなぜかいつの間にかなくなってしまうというミステリースポット。さらには死角になっているので宇野アナウンサーの姿も見られます。さて、ここまでアナウンス室の中をご紹介してきました。皆さんはお気づきでしょうか。この動画のあらゆるところに佐野アナウンサーがいたことを。どうぞ最初から隅々までご覧ください。ここまで竹俣紅がご案内いたしました。